いや、これでじゃあ、やります。単刀直入に申し上げると、大川隆法総裁が、要はその根本のエルカンターレであり、根本仏であり、宇宙創造主でありって、ざっくり、僕もちょっと詳しくはないけども、いや、その通りでざす。っくりとそういう概念ですよね。で、そこをご主人は、そこに立脚されて、いろんなことを発想されて、そうされてる。お話しされてると思うんですよ。で、岡隆法総裁の、教えに全人類が従って、そして、地上ユートピアを作らなきゃならないということですよね。そうですね。で、ここはね、だから根本命題として、果たしてその一番最初のテーマ、大川隆法総裁が、ブッダの最短であり、なおかつ、もっと深いところを言えば、宇宙創造主のエルカンターレの最短というか、そうですね。これが真実なのかどうかっていうところそうを、ですまね。そこでず、すよね。そこを検証しないことには、そこから先何を話してもおそうです互いね。ね。そこが一番大事なところなんですが、実は今お言葉にあった検証ということはですね、並のことではできないですね。というより、簡単に言うと99%できないです。そしたら、できてないということです。例えばね、誠に失礼な例えで、怒らないでくださいね。精神病患者が、強烈なこの、自我意識が強くて、古代妄想を起こすと。そして、我こそ全宇宙の創造主の最短であると。こういうふうに宣言してて、ずっと言い続けてて、20年、30年と。で、鉄格子の中に入ってるとします。この人が言っどてちらにもる、分からないですどうやね。ってその、差別化するのかなって。そこは大変説明の難しいところですが、一つ例え話があるとすればですね、例えばお母さんがいて、小さな、まだ何歳か、5、6歳の女の子がいるとしてですね、その女の子は実は生まれつき目が見えないという前提で、例えば太陽の光、太陽そのものをお母さんがその子に説明するときに、一度も目にしたことない人に、子供にですね、太陽って朝日が昇るとこんなに暖かいんだよとか、その直接見れない子供に感じさせることしかできないですね。それともう一つは、いつも子供から見ると自分にとって一番大事なお母さんがそういうふうに言ってくれるっていうことは信じていいんだろうと思います。いや、そこに太陽が昇ってるって言われたときにですね、太陽がね、太陽の。この子は検証できないですよ。太陽そのものは感じることはできます。熱を、エネルギーを感じることはできます。ところが、例えば太陽の代わりにここに暖炉があるとしてですね、暖炉の前に行って今この光がですね太陽だと言っても、この子は分からないですよですよね。ね。ただ私たちはそのことを知ってますけど、目で見て確認できることを全てが正しい、検証ができるっていう考えだと、この子は何もできないですそうよ。する。で、母親を信じるという行為が、私たちが神様を信じるということに、近いというかですね、神様のお言葉を信じて、この方が言ってることは真実なんだって感じる。感じ取るしか検証方法ないんです。そうすると、その例えをね、具体的に、当てはめると、盲目の子供は我々だね。そうですね。ね、盲目の、そう凡です。夫。そうですね。で、お母さんが神様。そうです神ね。様っていうのは、その言葉を伝えてくれる人、誰です。神様の代理人としていいのかもしれない。仏教界で言えば菩薩とか如来の方々がいるじゃないですか。かなりレベルの高い方、高い方、天台大使だとかですね、おられますよね。そういう方がお釈迦様の言葉を伝えていただける、私たち普通の人間が理解できるように伝えていただける方が、中国いれば天台大使さんだったり、日本でもたくさんの、日蓮大聖人様を中心に何人もいますよね。そういう方々からお釈迦様とはこういう方だったんだって教えてもらってるっていう位置づけになる。もうちょっと整頓しましょう。
僕は大川隆法先生が、エルカンターレだかどうかをただ検証したいだけなので整頓しますね。我々が目の盲目の凡夫、そして神様が、まあ、お母さん、そしてそのまあ太陽というのが結局大川隆法先生太陽っていうか、まあ、目に見えないものをどう感じるかということ、うん、じゃあ要は例えていただけで、いや太陽がエルカンターレとは言いませんか。じゃあそのエルカンターレが大川隆法先生だっていう、ここはどこの例え話になるんです。いや、あの検証ということはですね、うん、誰もが共通して全て、うん、例えば見れば、例えばここにお茶がありますと言えば、うん、誰も分かりますよね、うん、目で見てるから分かるんですね。ところがこれない、うん、何もないところに実は霊界というのはまあ目に見えないんですけども、うん、霊界って大丈夫ですかね、あの世のことなんですよね、うん、あの世の存在というのは目に見えないです。私たちには目に見えないです、うん、ところが霊能者には見える場合があるんです、うん、でその霊能者が、うん、ここに今おばあさんが、あなたの先に亡くなったお母さんが来てますよって言えばですね、うん、実際にはなんか東北の方でそういう話もあるんです。まあ要するに、じゃあちょっと見えない存在をどう信じるか、そういうことだよね。要するに検証できないってことを言った。検証できない、つまり大川隆法先生が手で見て確かめる、手で触って確かめることはできないってことですね。つまり、そうするとね、例えば、かつてやっぱブッダが出現した時は、あの今までこう言い伝えられているような、あの そもそもがもう、各社の最多あ各社が生まれるぞという、生まれたよっていうね、そういうちゃんとしたこの伝承が残ってるわけですよ。なるほど、うん、でその大きなあの大きなポイントは、そこは大事なところでしょう。そうそうそう、あのまあ万人が いくら王様の息子だっつったって、まさか居並ぶ王様の息子の中でこの人だけがブッダになるってことは、当時の社会でもやっぱりその言ってみれば古代妄想を言っているかもしれないっていう見方だったと思うんだよね。普通そう思いますよね。で結局ほらよく言うあの、天上天下唯我独尊とか、七歩歩いてね、でその天を指して、まあ、そう言われてますよね、うん、それから、それは後で言った話だよね。そうするとね、いきなり歩いてそんなこと言うことはありえないですよね。まあでもそうやってやってっちゃうとね、じゃあ芦田仙人の例えもありますよね。芦田仙人が、芦田仙人はどういう話でしたか。芦田仙人はあのその時90歳ぐらいの、まあ仙人ですよ。で相当なその悟りの境地に立ってた人が、そのお釈迦様が生まれ、子供が生まれたっつって、であのお父様が、まあ、いろんなこの将来を占ってほしいっつって招いたんだよね。でそれで芦田仙人がその生まれたての赤ん坊である釈尊のところ行って、でこのサメザメと泣いたって言うんですよ、うん、あそういう話なんですね、うん、で一つはそのこの子は、まあ、32層の愚してるから、あのもし在家で、全うすれば天輪女王という、うん、もう全世界を統治するような王になるだろうと。そして出家して悟りを目指すであればブッダとなられて、必ずやその少女となられるだろうと。でそれを自分は弱い90だからどっちみち見れないと、 そして自分はそのある種の悟りに到達しちゃったから、次は無意識界に出現するので、このいわゆるこの汚れただれた人界にはもう出てこれない、逆に言うと。なのでブッダがこの今のこの世で法を説かれる姿が見られない、浄土をする姿が見られないっていうね、それで泣いたっていう、まあ、有名な逸話なんだけど、まあこれいずれにせよそのお釈迦様が今まで伝承されているいろんなこの、 あの話を総合するとね、そうするともう出現の段階でそのもう少女である、聖者であるっていう、ブッダであるっていうような、やっぱりまあ、疑い切れない何者かがそこに生じていた。うん、まあ、その方のどこまで見る目っていうのはその、うん、何ですか、投資能力、要するにこの的な力ではなくて、うん、その霊的な能力、要するにあの世の存在が見える方が実際いるんですね、世界には。はい、
ちょっと話が飛んでしまうんですけども、どこの国だったか女性の方がねテレビでやってたんですけど、うん、鳥とか動物が喋ってる内容が聞こえるって言うんですよ、ね、うん、何で困ってるとか何で喜んでるとかっていうのが分かるっていう人がいるんですね、うん、それ普通のことは私もできませんし、うん、本当かなと思うんですが、私はそれ信じたいんですよね、信じる一人です。それは当然あっておかしくない能力だっていう、うんうん、じゃあもう一回まず話を整頓します。はい。じゃあまあ大川隆法先生にそういうものがあったのかどうか、いわゆる万民がねブッダの最短ってことになればブッダですから、そうするともう生まれるからしてブッダですよね。そうするとその、四国に生まれて、それは分かりませんね最初は。だけどブッダの伝承ではそうじゃないですね。もう生まれるからしてそういういろんなこの伝承が残ってるってことは、もうだいたい32層があるでしょう。32層を持ってないでしょ。それはブッダの証明ですよ。32層っていうのはどういう具体的に言うと、いろいろあるんですよ。肉芸層っつって、この頭蓋骨がここのとこでもう一段こういうふうに盛り上がっていたとか、それから、いろいろありますよ。まあ指の長さとかね、肘の長さとか、そういうものがこうきちっと表現されてるんです。それがまあ白毫層とか、だから結局そういう肉体的な部分、じゃあはい分かりました、ね、もう一回じゃあ整頓します。もう無理かな、この角度から無理なので、それは、はい、じゃあ逆に言います。大川隆法先生が、もし仮にエルカンターレだとした時に矛盾点をちょっと言わせてもらいたい。